皆さんこんにちは。今回は、検索してはいけない言葉としても有名なとある写真について取り上げます。コラ画像ではないかと疑うほど奇妙な光景が写っているのですが、写真自体は本物でした。視聴者さんから、大宴について調べてほしいというリクエストをいただきました。あらかじめ断っておきますが、今回のワードについては閲覧注意で、検索しないことをお勧めします。さて、この、大宴というワードですが、検索してはいけない言葉としても有名で、ウィキではこのような説明があります。タイの食人猿。人間の肉をみんなで食べる。人間を切り裂いた画像が出てくるので注意。という、かなりヤバそうな写真がヒットするらしいのですが、検索してみると今も一番上に出てくるので注意してください。大宴で検索するとミクシーのコミュニティがヒットするのですが、そこでタイの食人猿が撮影されたという写真が掲載されているサイトが載っています。掲載元はまとめサイトのようで、2011年頃に5チャンネルでも話題になっていたみたいです。写真には黒ずんだ男性の遺体が映し出されており、それを複数人で解体したような写真が出てきます。食人猿と聞いてからこの写真を見ると確かに料理をしているように見えるのですが、これは何をしているのでしょうか。中には、笑顔の女性がカメラに向かってて思って見せている写真や、切った指を見せている男性が写っている写真もあり、遺体を扱っているものの、特に緊張した様子はなく、和やかな雰囲気で解体が進んでいるようです。また、いくつかの写真には遺体を解体しているテーブルにコップや、料理が盛られた皿が置かれており、缶で作られた鍋のようなものに遺体の一部が入っているなど、これから食べるのではないかと思ってしまう光景もあります。最後は鉄板で何かを料理する様子の写真があって終わるのですが、確かに異様な光景ではあります。私が確認したところ、おそらく遺体は本物でありコラ画像や模型だとは思えないです。周囲に食器や料理が置かれている中で板の上で遺体を解体されているとなると、確かにこれから、解体した人間の肉も食べるのではないかと思ってしまいます。しかしながら、懐疑的な点もあり、直接人を食べている写真は一枚もありません。実際に料理をしているシーンもありますが、人肉だとわかるシーンはなく、本当に食べていたのか、写真からは判断できません。また、写真に写る人々の中には、何らかの制服を着ている人もおり、もしかすると医学的な解体を行っているのかもしれません。しかし、奇妙な点としてはたまに遺体の一部とふざけて撮影したような写真があることです。医学的な解体といえど、さすがに扱いが雑すぎますし、屋外でこのようなことをするのかという疑問も残ります。果たして、大宴とは一体どのような状況で撮影された写真だったのでしょうか。今回は、この写真に関してできる限り調べていきたいと思います。さて、これはなかなか奇妙な写真ではありますが、実際に人肉を食べていたとすると、人肉食の文化がある地域で撮影された写真だったのでしょうか。しかし、人肉食によって引き起こる病気は無視できるようなものではないです。過去に人肉食を行っていた部族が、クールー病、になったという例がありますが、最終的には死に至る危険な病気です。この写真を見るに、かなり古い写真というわけでもなく、今も人肉食をしているとは考えづらいです。この画像がいつから出回っているのか調べたところ2009年頃からネットに出回り始めており、ナイジェリアの掲示板で、タイ人が男を食べる、というタイトルであの写真がアップロードされ話題になっていました。掲示板には冒頭でお見せした写真が投稿されており、この時点で人肉食の写真として出回っていたことがわかります。掲示板では、医療関係者ではないか、という推測があり、やはり人肉食を疑う声も多かったようです。さらに、掲示板では実際にタイ大使館に問い合わせを行った方もおり、返答がありました。その内容を要約すると、
まず写真については2009年3月13日に台南西部の県にある墓地で撮影されました。タイで仏教を信仰する人々は2つの埋葬方法があり、1つは火葬、2つ目は火葬せずにそのまま埋葬する、いわゆる土葬です。しかし、タイの仏教との間で火葬は広く行われておらず、個人に遺族がいなかったり、いても火葬の費用が払えない場合は、そのまま埋葬されてしまうそうです。また、地方では墓地のスペースが不足するため、ランパチャ、と呼ばれる宗教的儀式を行います。これは、墓地の掃除、を意味し、ボランティアが引き取り手のいない個人の遺体を掘り起こし霊を弔うために火葬するというものです。この儀式は善行であり、功績をあげるものであると考えられており、今回の写真では64人の引き取り手のいない遺体が発見されました。火葬するとは言っても、肉がついたままだと時間がかかるので、骨と肉を分ける解剖を行うとのことで、写真ではその様子が映っていたのです。また、ボランティアのほとんどが医療関係者で遺体を見ることに慣れており、写真でも緊張する様子がなかったのはそのためです。さらにこの儀式に参加するボランティアについては心を清めるために厳密な採食を行う必要があり、写真に写っている料理に肉は含まれておらず人肉食はありえません。以上がタイ大使館からこの写真に関する説明で、火葬前に遺体を解体しているというのが真相です。このことを知らない私たちからすると、少し異様に見えてしまう写真なのですが、決して人肉食をしているというわけではないです。また、この儀式は善行、なので、終始和やかな雰囲気で解体が行われているのだと思います。この写真、ネットに出回ったのが2009年頃なのですが、大使館に問い合わせたのが2011年頃の話なので、2年ほど、人肉食の写真であるというデマが広まり続けていたものと思われ、日本だけでなく海外でもこの写真が多く出回っていました。しかし、海外だとデマだと指摘する記事も多くあるので、現在は人肉食の写真であるというデマは収まっているようです。ちなみにランパチャという儀式ですが、今も行われているようで、最近も Facebook 等に写真が投稿されています。さすがに今回のような解体中の写真はないですが、埋められた遺体を掘り起こしている写真などがアップされておりました。いかがでしたでしょうか？今回の写真について、このデマがネットに出回ったのは文化の違いも大きいのではないかと思います。噂はデマであるものの、写真は本物ですので重ねていますが、実際に調べてみる方は閲覧注意です。